はい、どうもじゅんじゅんです。ということで今日ですね、2022年上半期の買ってよかったものベスト5を紹介していきたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございます。本日は買ってよかったものランキングということでね、紹介していきたいと思います。ということでまず第5位から発表していきたいと思います。第5位紹介していくのがこちら、フィルコマジェスタッチリストレストマカロンっていうですね、リストレストになります。こんな感じで、キーボードを使う際に手首の部分に置くことによってキーボードと高さを合わせられるっていうようなものになっております。これがあることによってね、手首が疲れにくくなったり腱鞘炎になりにくかったりっていうね、効果があります。で、値段もね結構安くてですね、このサイズだいたいテンキーレスまで覆えるんですけど、お値段がだいたい1873円になります。もうちょい薄型のタイプとか、あとサイズもね、何種類か結構あって、色の展開も結構多いです。もちろんこうゲームする時もそうなんですけど、自分の場合はね結構長いこと編集するので、ずっとこの状態よりもこっちの方がね作業がはかどったりするので、こいつはね結構みんなにおすすめできるかなと思います。ということでお次第4位はこちら、これはマウスを操作する際のアームカバーになります。こっちが2枚で2300円、こっちが4枚入りでめちゃめちゃ安い1080円ぐらいだったかなと思います。こういったねアームカバーが自分の中では第4位に入ります。で、個人的なおすすめは圧倒的にこっちの CWX って方になります。ちょっと2枚で2300円でお値段張っちゃうんですけども、質感とかあと通気性が圧倒的に違いますね。こう動画で伝わるか分かんないんですけど、圧倒的にこっちのがね、スポーツ用というかね、すごい伸びも良くてテロテロした感じのね、すごい肌触りのいい質感をしてるんですよ。対してこっちの4枚で1080円の方は全然ゴワゴワはしないんですけど、つけてマウスパッドの上をね、こう腕をずらせるときに若干こっちの方が引っかかってる感があるというか、こっちと比べちゃうと滑らかさで劣るかなっていうのがあるんで、個人的にはこっちの CWX の方がおすすめです。こっちは汗っかきの人はつけないよりかマシって感じですね。汗かく人はつけてた方がいいんだけども、ただ買うんだったらこっちのがおすすめです。ってことで第4位 CWX のアームカバーでした。お次第3位紹介していくのがこちら、パルサーの X ライト V2 というマウスになります。価格がなんと1万円を切る価格、9780円のワイヤレスマウスになっております。重量はミディアムサイズが 59g、 ミニサイズが 55g のかなり軽量のマウスになっております。センサーとか搭載しているスイッチなんかもかなりね最新のものになっているため、コスパも良く性能も良く、そしてマウスのクオリティもかなり高いものになっております。もう最近パルサーっていうねメーカー自体がどんどんグイグイ来てるので、たびたびこのマウス売り切れになります。だいたい売り切れてるとね2週間待ちとかしなきゃいけないんで、見つけたら速攻買ってほしいなってぐらい、左右非対称ワイヤレスマウスの中ではかなりトップクラスの性能を誇ってるマウスになっております。サイズもねミディアムとミニと2種類展開されてますし、カラーもね4色展開になっていて、手のサイズ色の好みでもマウスを選びやすいんじゃないかなと思います。ただこちらね今回紹介してるんですけども、あと1ヶ月ぐらいするとですね、新しい X2 っていうマウスが出ます。そっちの方はね重量なんと 50g 以下とされてまして、もっとこう最新のセンサーを積んでたりするものになっております。そっちはね左右対称型のマウスになっております。 Twitter とかにね一応サイズの比較とかあげたんですけども、自分はね8月の半ば頃に出るんですけど、そのマウスもしっかり買う予定なので、気になる方は自分のねレビューとかを参考にしていただければと思います。左右非対称でかなり軽量のものを探してる方はぜひ。ということでお次紹介していくのが第2位かな、こちらになります。そうですね、こちら卓上扇風機になります。これはね前の動画でも紹介してかなり反響があったような扇風機になるんですけども、やはりね今回ランクインしてきました。こちらメーカーがエレコムなんですけども、お値段2462円になりますね。今この時期本当にこいつを重宝してます。なんでかっていうと、まずね今雨とか湿気がやばいんですよ。夏なんでね、そんな中でね布製のマウスパッドを使ってる人なんて言うたら、もうほぼほぼ毎日湿気で湿ってる状態で滑りが悪くなった状態でゲームやらなきゃいけなくなるんですよね。ってなってきた時にこいつが1個あるとですね、かなりマウスパッドが湿気の影響を受けにくくなります。
まあ、この風の影響で湿気ぶっ飛ばしてくれるんで、まずマウスパッドが湿気を受けにくくなるっていうのがおすすめポイント一つ。二つ目、シンプルに今の季節暑い。そう、その暑さを軽減するためにこいつはかなり重宝しています。風量はね3段階調節なんですけども、第1段階であれば本当手元だけ冷やしてくれます。本当にマウスパッド1枚分ぐらいで、風量2とか3になると奥に置いても体の方まで当ててくれるんで、まあ V シートがなんかボイチャつないでない時はもう3段階目でギャンギャンにして、まあ体まで冷やすってことができるので、こいつは本当におすすめできますね。ってことで第2位卓上扇風機でした。お次ということで流行る第1位はこのマウスパッドになります。こちらはですね X-ray パッドというね、かなり有名なマウスパッドメーカーで作ったイクエイトプラスっていうですねマウスパッドになります。自分でデザインを作って、でオーダーして向こうで作ってもらうみたいな感じのオーダーメイドマウスパッドになっております。でオーダーメイドなんですけど、だいたい価格がですねこれ 50×50 でオーダーしてだいたい値段が5000円ちょっとでした。まあそれぐらいリーズナブルなメーカーになっております。まあ、最近の VCT とか APEX のね大会とかでも使われているようなマウスパッドのメーカーになってますので、まあかなりね信頼できるメーカーなんじゃないかなと思います。かなりねこうステッチの加工とかもね細かくて、まあアーティザンほどじゃないんですけど、まあこうマウスを滑らせた時に一切干渉なく普通に動かすことができます。それぐらいねステッチの加工もねかなり優秀ですし、マウスパッドのスポンジとかの質もいいんじゃないかなと思います。自分が前回オーダーしたのがイクエイトプラスっていうマウスパッドなんですけども、その他にもですねアクアコントロールプラスとかアクアコントロール2みたいな感じで、結構何種類か滑り心地というかねマウスパッドを選んで、でさらにそこにオーダーメイドでデザインを載せるみたいなことができるメーカーになっております。で今度ねまた自分はねデザインを作ってオーダーしようとしてるんですけども、前にレビュー動画を上げてるのでぜひ気になる方は見ていただければと思うんですが、まあ、かなりコントロール寄りの止め性能寄りのマウスパッドになってて、今ちょっと自分がやってるねゲームとはちょっと相性が悪いです。なので最近そこまで多用してるわけじゃないんですけども、イクイトプラス自体はかなりね、まあ、止め性能もいいし品質もいいし、こう止めエイム系のバロラントとか CSG をやってる人にだったらめちゃめちゃおすすめできます。 APEX をやってる人だったらもうちょっと滑りやすいものの方が良かったりしますが、まあ今後おそらくね何本か X-ray パッドの動画を上げると思うんですけども、ぜひねマウスパッドでちょっと X-ray パッド気になってたんですって方はですね参考にしていただければと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回は上半期に買って良かったものベスト5紹介させていただきました。まあ本当はねもうちょっといっぱいあったんですよ。ケーブルオーガナイザーとか、あとはねこうマウスソールとかね、いろいろ紹介したかったんですけども、まあ5つに絞るとしたらそれかなって感じですね。ちょっと今マウスソール自体は研究中って感じでいろいろ試してるんですけど、まあ、前に紹介した丸型ソールを今使ってるんですが、ちょっと暗くすると分かりやすい。こんな感じでねちょっと大きめの丸型ソールを見つけまして、現在こっちを試してるって形になります。 e スポーツタイガーにもコアパッドにも売ってるんですけど、スティールシリーズのエアロックス3みたいな名前のですねマウスソールのものになります。まあそれをですね、まあ、また別のマウスたちに貼ってるって感じなんですけども、まあ、最近はねこいつをちょっと試してます。またソールの紹介でねお話ししようかなと思っております。そちらの動画もチェックよろしくお願いいたします。なんかちょっと気になる商品があった場合はですね、ぜひ概要欄のリンクから飛んでいただければと思います。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。